サロン行ってみましょうか。サロン？サロキというのは熊本弁でうろうろするっていう意味です。うろうろするっすか。みんな優しいんですよ。なんで俺が帰ってきたかとか何も聞かずに、めちゃめちゃやさぐれてる俺を見てる。急ぐ旅ではなし、サロン行ってみましょうか。そんなに自分を責めないで、過去はいつでも鮮やかなまま、死にたいくらい辛くても車が町に馴染んでいた。渋山古墳を巡り、三十三観音に参り、やがて和也君は歴史を感じさせるある芝居小屋の前に案内してくれた。八千代座です。八千代座。僕が役者を志す原点になった場所です。